ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていただくんですが、今日はですね、兵庫県知事をめぐるさまざまな問題、まあこれニュースにならない日がないほど、毎日毎日ね、この告発文が嘘800と言っていたのが次々に本当じゃないのってボロが出て、いよいよ四面楚歌ということで、来週にも県議会が不信任決議をする方向のようなんですね。今日はこの兵庫県知事をめぐる問題、今週は元サンデー毎日編集長の片永周一郎さんにいろいろと教えていただきます。片永さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。まるでですね、斎藤劇場の様相で、もうおっしゃる通り、次々にその主張はボロが出て、まあ、4人組と言われた側近も、なんかいつの間にか、こっそり退場したりですね、知事選で応援した議員たちも離れてですね、まあ、後援会員も離れてるみたいですけども、もうもはやもう会食の瀬戸際に追い込まれて、なお、非を認めず辞めもしないと。で、私たちはそのリアルな人間ドラマを同時進行で見てるわけですから、そりゃまあ、目を離せませんよね。はい。フィクションを超えたノンフィクションドラマだと、知り合いのテレビ局の友人も言ってました。こんなのやられたら叶わないな、みたいな。はい。ただ、今日はまずそのドラマから離れてですね、舞台となった県庁という組織、はい、まあもっと言うと、お役所というところの特性みたいなものを、これあくまで一般論ではあるんですけれども、はい、まあ事案の背景の一つとしてお話、ここからスタートしたいと思います。はい、お願いします。はい、私、記者当時ですね、県政担当を計4年務めて、3回の知事選を取材しました。はい。だから、どこの県の話というんじゃなくて、その経験と兵庫県を重ね合わせての見方ではあります。はい。はい。で、一つは、兵庫県知事の歴史なんですけれども、はい。斎藤知事の前の井戸歳三氏まで、兵庫県の知事は実に4代、59年にわたって地方行政を司る旧内務省、自治省出身の副知事が、後継指名されて次の知事になっています。はい。まあ、見方によっては国の直轄地。そうですね。しかも、うち3人は4期以上という長期政権で、直前の2代は議会もほぼオール与党でした。はい。はい。これは県民にとってどうかは別に、まあ、職員の皆さんにとっては行政的にとても安定した政権ではあるんですね。はい。はい。ナンバー2への前兆であれば、政策は基本的に継続ですし、まあ、職員の評価軸もぶれません。はい、何せ、前の知事が引き立てた幹部がそのまま残って、まあ、その幹部たちが評価する職員が次の幹部になっていくわけですから、仕事の仕方も迷わずに済むわけです。はい、それが、兵庫では半世紀以上続いてきました。はい、ところが前回2021年の知事選では、当時の知事が後継指名した総務省出身の副知事を自民党県連が担いだんですけれども、はい、これに反発した、自民党の県議11人が会派を割って、斎藤氏、今の知事に出馬を求めて、で、斎藤氏は吉村知事、大阪のですね、はい、の下で、財政課長を務めていたことなどから、まあ、日本維新の会も、これを、に乗ってというか、まあ、一緒に押してですね、はい、結果的に保守分裂選挙になりました。ちなみに自民党本部はこの時、当時の菅首相が、維新の松井代表、当時の代表との関係を重視したこともあってですね、斎藤氏の方を推薦したんですね。はい、つまり自民党は県連と県本部もねじれたわけです。党本部もねじれたわけです。で、県庁職員の皆さんがこの分裂選挙に動揺したであろうことは、まあ、想像に難くありません。はい。一つは、前兆が途絶えた場合ですね、半世紀以上続いた行政の継続性が、まあ、根底から崩れる恐れがあるからですね。はい。で、もう一つは、まあ、どっちが勝っても県議会にしこりが残って、議会対応が面倒になるという、まあ、そういう理由だったと思うんですけれども、私もある県で4期務めた知事が再選断念に追い込まれて、国会議員同士が戦った知事選を取材したことがありますけれども、はい、
この時の県庁職員の皆さんの動揺はかなりのもんでした。うん、まあ、どちらがより穏当か、つまりはあの変化が小さくて済むか、うん、で、どちらが勝ちそうか。もう幹部たちはですね、連日情報収集に動いてましたし、当選後は私にすらですね、どんな人なのとか、うん、誰と親しいのとかですね、うん、まあ、しつこいくらい聞いてきました。戦々恐々と言える状況でした。うん、でまして59年ぶりの兵庫県庁です、はい、しかも維新による大阪での府政市政の激変を知っていますから、うん、斉藤氏当選の波紋は大きかったと思います。なるほど。逆に言うと斉藤氏はそんな疑心暗鬼の中に一人まあ降り立ったようなもので、うん、それが4人組と言われるような側近を生む一因だったと思いますし、うん、まあ、初期の橋本氏や、松井氏の大阪府政、市政と同様に、前任者の行政を否定して、トップダウンによる見直しを、これを急いだ結果ですね、うん、多くの職員にとって高圧的、独善的な知事と捉えられたんでしょう。百条委員会が行った職員アンケートの結果にも、それが現れていますよね。はい。はい。で、だからといって、斉藤氏をかばうつもりは全然ないんですが、うん、一般には理解しがたい斉藤知事の居座りを読み解くためのですね、うん、背景の一つとして振り返りました。はい、職員二人の尊い命を失ってですね、うん、もう様々な自己弁護すら破綻している今もなお、道義的責任が何かわからないと言ってのける斉藤知事は、うん、メンタルモンスターとも呼ばれてますよね。そうですよね。はい、ただ彼の中には、まあ、議会、与党、自分を担いだ人たちに対して、県政の変革を求めて私を担いだのはあんたたちでしょっていう思いとかですね、うん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 、私に投票した86万票の県民の皆さんもそれを求めていたという、まあ、信念めいたもの、彼の中ではもう、もう岩盤のような信念めいたものがあるのかもしれません。はい、でなければ、職にとどまり続けられないと思いますし、うん、おとといの会見で初めて見せた涙は、当選当時の議会のやり、とのやり取りに関する話の中でしたけれども、うん、私は何もぶれてないと、変わったのはそっちだっていう悔しさから、だったのかもしれないですね。うん、はい、うんうん、で。すみません、前段が長くなりました。いやいやいや、その背景大事ですね。じゃあ今後どうなるかですけれども、うん、県議会全員、全議員が不信任決議に賛成すると言っている以上ですね、はい、決議案が出れば、まあ、可決はまあ間違いなくて、うん、そうなると斉藤知事に残された道は辞職か、議会解散か、うん、解散しても次の議会は再び不信任を可決するでしょうから、うん、そこで失職、うん。遅かれ早かれ知事の座は追われますよね。うん、はい。じゃあ、それで終わりかというと、そうしてはならない問題が2つ残ります。はい。はい。一つは公益通報の問題です。うん、あ、はい。今回、斉藤知事は、斉藤元彦兵庫県知事の違法行為等についてと題した7項目の告発文の存在を知ると、直ちに側近らに書いた職員の割り出しを指示しました。うん、そして、それが、西播磨県民局長だと分かると退職予定を先送りしてまで処分し、うん、ありもしないとか嘘800だとか絶対許されないと罵詈雑言を会見で述べて、うん、名誉毀損での告訴まで当時は匂わせました。はい。ところが告発の中にあった各種パワハラ行為やおねだり疑惑はその後の百条委員会の調査などで20メートル歩かされただけで激怒とかですね、物を投げつけたとかですね、うん、まあ、カニやカキ、ジャケットや家具など実に137品目の贈答品を受領といった事実が次々明らかになりましたよね。はい。で、その一つ一つが、こう言ってはなんですけれども、ある意味、情けない話のオンパレード で、うん、で、そっちが一つ一つが話題になったんで、本質を見失いそうになりましたけど、はい。大事なのは公益通報だったかどうかを判断するポイントの一つ、うん、真実相当性、うん、これをですね、あの告発は十分満たしていたということですね。はい。ということはであれば当然知事や副知事は告発が出た段階で嘘800なんかじゃないって分かっていたはずなのに、うん、公益通報として扱わず、うん、でしかも告発者を徹底的に追い込んだ、このことの違法性が浮かび上がります。はい。
しかもあろうことかパソコンに残っていたプライバシー情報を一部県議に漏らして、告発者を脅していた疑いまで浮上しています。百条委員会に参考人と出席した、参考人として出席した上智大学の新聞学科の奥山俊博教授は一連の対応をまるで独裁者が反対者を粛清するかのような陰湿な構図と指摘しましたけれども、まさにその通りだと思いますし、これを知事の失職だけで終わらせていいとも思えません。真相を解明して何らかのけじめをつけなければ、死をもって抗議というふうに書き残した告発者が報われないだけでなくて、公益通報者は保護されなければならないという真の教訓になり得ないからです。ちなみに、片山前知事、前の知事はこの調査の中で告発者の職場まで乗り込んで、パソコンを押収した上、その中身を詳しく調べて、情報源を厳しく追求したそうですが、よく似たことって他県でもありましたよね。ね、ガタナガさんの出身地鹿児島県警がね、ネットメディアのとこ来てね、それ全部、ガサイでしてたとかね、そうなんです、はい、その通りでして、ね、残念ですけど鹿児島県警が内部告発に絡む情報漏洩事件の関係先として、うん、福岡市内のネットメディアは今おっしゃったように家宅捜索して、パソコンを押収して残ってそこに残ってた文書から別の内部告発を見つけて、告発者の元県警幹部を割り出した件ですね。はい、まあ、県庁と県警、部隊は違えど、トップの対応はほぼ同じで、はい、鹿児島県警は2件の告発をいずれも全面否定した上で、2人を守秘義務違反容疑で立件しました。で、違ったのは、県警の方は告発者を逮捕、拘束できることを何も言えなくしてしまうことですね。と、それから議会の対応ですね、はい、鹿児島県議会は当初総務警察委員会で本部長による事件隠蔽疑惑がなかったのか追及しましたけれども、うん、これ法的な調査権を持つ百条委員会の設置は見送っています、はい、ここから見えるのはですね、兵庫県の問題は単に知事のパーソナリティの問題だけじゃなくてですね、うん、どんな組織でも起こりうる問題だということを、はい、そして逆に兵庫は保守分裂選挙で当選した知事だったから議会も 対応も厳しくなったもののですね、うん、まあ、鹿児島のように県政与党が圧倒的多数を占めるところでは、はい、今回のような兵庫のような厳しい追及もなく、うん、うやむやに終わってしまう可能性もあるんですね、うん、だからこそ今後はどんな組織でも原則内部通報は第三者がその信憑性を確認してですね、公益通報者は保護されるという仕組みを徹底しなきゃいけません、はい、その意味でも今回は知事が辞めたら終わりにしてはいけないと思います。そうですね。で、残るもう一つの問題はプロ野球優勝パレード疑惑です、うん、はい、元県民局長の告発文には昨年県などの実行委員会が神戸で開いた阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝パレード、はい、この費用に充てる寄付の集まりが悪かったので、うん、県から金融機関向けの補助金を増やしてそこから寄付金をキックバックさせた疑いも記されていました、うん、はい、亡くなったもう一人の県職員はパレードに関わった部署の課長でした、うん、この疑惑について斉藤知事は記者会見で補助金と優勝パレードは別の事業だといったふうに全面否定していますけれども、うん、百条委員会に呼ばれた片山前の知事、副知事は金融機関を訪ねて寄付の増額を依頼したことは認めています、うん、もし本当にキックバックを目的とした補助金の増額だったとしたらですけれども、はい、法に触れる可能性があってですね、すで、うん、に大阪地検特捜部には背任容疑の告発状が提出されていますし、うん、兵庫県警の捜査二課も情報を集めていると言われています、はい、これも知事や副知事が辞めて済む話じゃなくて、うん、徹底解明が求められる問題だと思います、うん、まあ、もはや知事の交代はほぼ確実ですけれども、うん、繰り返します、しつこいですけれども、それで終わりじゃないということですね、うん、まあ、はい、逆にこの斉藤知事が兵庫県知事になったせいでというかおかげというか、うん、そういう県職員、県庁の組織のものもちょっと見えてきたっていうんですか、その4人組って言われますけど、
僕は個人的にいろいろニュース見てて、まあ、今ガタナガさんの解説で、あ、なるほど、そういう背景があってこの斉藤さんっていうのは頑ななんだなっていうのもなんとなくわかる気もするんですけど、うん、やっぱりその4人組なりその役人側がなんていうのかな、知事の知らないところでもちろんトップダウンもあるけども、なんかそういう権力を握った役人たちが、うん、こうちょっと歪めちゃってたんじゃないのかなっていうのはもう想像ですけどね、あの、ガタナガさんみたいにその取材してうんぬんじゃないので、これはもう、うん、あくまでも想像なんですけども、やっぱ組織っていうのは本当にそれ難しいもんなんだなっていうのを、あの、感じますね、この事件で。そうですね、あの、優勝パレード問題は知事というより副知事以下の主導だったんじゃないかっていうような話も、まあもちろんありますし、ただ、一つ言えるのは、あの、告発者、あの、西有馬県民局長ですね。はい、うん、この方は、まあ、正義感を持って、そうですよね。あの、おかしいことをおかしいと言ったというのは、うん、まあ、それはもう間違いのないことだと思います。うん、まあ、あの、いずれにしても、きちんと解明をすることがですね、誰が知事になっても、こっから先の兵庫県政を良くしていく上で、とても大事なことだというふうには思っています。うん、そうですね。これはまあ、知事、ね、まあ、県庁に限らず、はい、公益通報者っていうのは、企業にとってもね、企業の中でも守られるべき権利でしょうからね、そこはきちっと、はい、あの、やっていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。はい、ということで、今日の学ぼう社会の鍵は、サンデー毎日元編集長の片永修一郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。